最重要課題としては、私は今のところ3つを挙げております。1つは震災に強い、都市づくりをしていくということと、それから次世代育成、とりわけ、子育て推進、施策の推進、それと高齢者に対する対策、これをきちっと確実に拡充充実していくということが必要だというふうに考えております。まず震災対策につきましては、先ほども申し上げましたけれども、自助、共助、公助を有効に連携させた形で町挙げての震災対策、減災対策を行っていくということが必要だというふうに思っております。また子育て施策の推進につきましては、子供を産みたいときに産める、子供を持ちたいときに持てる、そういったシステムを構築していくことが必要だというふうに思っております。でこれは国の制度とか、それから企業の努力とか、そういったことと相まってやらなければいけませんけれども、基礎的自治体たる千代田区としては、その受け皿整備としての保育の充実だとか、そういったものをきちっとやっていく、千代田区はかねて、待機児ゼロという形を実現しておりますが、実は隠れ待機児というふうに私は申し上げておりますけれども、近くの自宅に近い保育所に通えると、そういうふうな形できめ細かく保育所の整備を進めていく、つまり子育てか、子育てを選ぶか仕事を選ぶか、二者択一の社会というものは、これは改めていく必要があるだろうというふうに思っております。その他学童クラブの整備だとか、それから乳幼児の保健、衛生の確保ということで、乳幼児健診の充実だとか、今数は少ないんですけれども、子どもを持ちたい、しかし、子どもが持てない、不妊、治療とに努力されている、苦労されている方もいらっしゃいます。そういう方たちの支援もこれから必要だろうと。それから千代田区独自の施策として、次世代育成手当を高校生まで支給しておりますが、これも引き続き実証していく必要があるというふうに思っております。それから一昨年の大震災でいろいろ問題になりました放射能によるいわゆる食の安全というものが危惧されておりますけれども、とりわけ学校就職における食材の安全確保ということについては、これまで以上に継続的に安全確保をしていくということも具体的に実施をしていきたいというふうに思っております。で高齢者施策の方につきましては、まず最初に特養ホーム、これをもう一箇所作っていきたい。実は現在230人ほどの特養ホームの入所待機者がおります。でこれについて、当面その待機者のうち、介護度5とか介護度4という比較的重度の在宅介護を受けている高齢者がいらっしゃいますので、そういう方々につきましては、いち早く特養ホームに入所できるような形で、対応していくというために、特養ホームを今区内に2カ所ありますけど、もう1カ所早急に整備をしていきたい、そういうふうに思っております。それから医療機関と、それから在宅もしくは特養ホーム、この中間施設としての老健施設、これをぜひ千代田区にも誘致をしていきたい、そういうふうに思っております。現在23区の中で老健施設がないのは千代田区だけでございます。でこれをなるべく早い時期に実現できるような対策を講じていきたいというふうに思っております。それから医療と介護の連携を確保した在宅介護というものがこれからの大きな課題でございまして、これにつきましても現在計画されている旧庁舎跡地の高齢者サポートセンターと九段坂病院の合築計画というのが進んでおりますが、これについても着実に推進していく、さらに在宅介護についてもこれまで以上の充実を図っていきたい、そういうふうに思っております。
以上です。